よーし、行きますか。今回も封印の洞窟に行くんですけど、もう今回は、もう結構底折りしちゃおうかなと。レベルを、1回につきレベル1上げたら、もうすぐ降りようかなと思っております。だからもう、ポン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 って、もう、ヘイ祭りみたいに、ヘイって言って、もう、ヘイって。だから、あんまり、もう、なんだ、探索せずに、あ、パン、いきなりパン。あんまり探索せずに、何拾った何拾った腐ったパンがいらねえ。あんまり探索せずに行きたいんだけど、あんまり進めすぎると、わお、死んじゃう可能性あるから、うわあ、やべ。これを一緒にしてんじゃん、死ぬと。うわ、最初から店か。うわ、俺5000円持ったまんまで来ちゃったな。死んだら5000円全部、あ、いやいや。全部なくなるとこだったな。まあまあ大丈夫でしょ。もうパンがいっぱいあるからね。問題なし。レベル上がれ。レベル上がれよ。敵めっちゃ出てくるな。よし、OK。さーて。とりあえず拾って。いらない。いらない。喋る、買う、最高。ポンポン行く、ポンポン。はい、チョン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 。はい、アイテムないし。はい、チョンチョンチョン。はい、はい、行き止まり。これ斜めでもね、シュンシュンって行きたいけど、もうすぐね。もうね、何回ここの封印の洞窟やってんだっていうぐらいやってるから、もうすぐね。プラス1ぐらいにしたいけど、今レベル3だもんね。はい。もう後半だったら、ラケモンが敵を倒して、一気にレベル上がるから、もう、14回ぐらいで本気出したいね。それまではパンの勝負だからね。揺らそう。いいよ。すぐね。ポンポンポンと。はい、ポンポンポンと。はい、ポンポンポンと。はい、ポンと。行って行って。はい、どんどん行って。あ、そうです。アイテムこんな感じね。あ、つけてなかった。アイテムこんな感じで全然つけてないでしょ。溶岩と、世界樹とモロハと、あとは杖がいっぱいと大きなパンとかがいっぱいあるって感じだね。識別は早めにやっておきたいよね。はい。銃って書いておくか。まあ分からんけや、別に移動でもいいし。ほら、行け。カーンって、カーンって。はい、行くよ。はい、順々行くよ。はい、順々行くよ。順々行くよ。はい、はい、すっせーや。ん？これ何？石、ヨガ、来たか？いいね。持ってきとってよかった。ヨガン。いいね。ヨガン。ヨガン石。お、いいね。最後。もうどんどん行くよ、どんどん。もう、テンポよくね、テンポよく。はい、はい、はい。動画だからね。編集はしたくない。編集したくない私です。こうして、シューンと、拾って、ほいっと。いいね。はい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 。はい。お、アイテム。なんだあれは。下のやつはドラキーだな。あ、金か、いらんな。まあ、とりあえず倒して。あ、いらない。で下に降りると、おい、いいね、いいテンポだね。うざいな、これはうざい。あ、なんで俺のとこについていくの。こいしろよ。いいね、攻撃の仕方がいいね。まず一人一人ね、こうしてこう、こうして、こう。OK。いいね、どんどんレベル上がる。ヘルポック。くねった。ツボ。まあ、言えるなら剣だね。で、杖を識別しちゃう、先に。いらない杖なら先に捨てる。ヘルポック。透明？透明？透明だと。
透明？うん、もしかしたら。やばい。倒すしかないのか。あ、動けないし。うわ、強っ。透明やべえ。透明やべえぞ。攻撃してくれんのか。やばいよ、透明。いいや、お前。透明はやばいんだって。透明やべえ。ひどい。透明はひどい。なんだ。やばいぞ。さっきの魔導士、レベル上げたかったんだけどな。あいつ35もくれるからな、すごくいいんだよ。こいつ7だもんね、ゴミ、マジ、ゴミくずかよ。まあ、どんどん進むわけですけど。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。敵をどんどん倒してくれたら、来た。こらね。これ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 。メザパンに2つ。オッケー、来た。蹴ったねー。あ、でもさ、合成さ、合成を一回識別してるから、もうあれなんじゃないか？前回の動画で。識別来た！来た、初めて識別が来た。来たー。ルーラー、そう、メザパに。あれ？何も識別するものがなかった。識別いいよ。最高だよ。識別は、識別ほどマジで信頼できるツボはないからな。まあ、またいるじゃん、あいつ。来いよ。うわ、なんでこいつなんだよ。たまにこいつなんだよね、こいつ。なんだよね。パン来た。ああ、最高。パン食っちゃう。あ、まだ。全然拾えたわ。うん、危ねえ。敵がそんなにまだいるか。てか、透明何だったんだろう。全然普通の敵やったらもう死んでるぞ。3回ぐらい死んでるぞ。おい、あ、いいね。よし、ゴミクズ野郎が。マジ、もうこっちは動画撮ってんだぞ。うわー、こっちは動画撮ってるんだから早く進めたいんだよ。来た。あ、いや、倒そう。こうしてこう。なんで？ラリフォーとか、よし。ラリフォー打つの禁止。なし。お前魔法使い禁止。杖マジおるぞ。弓、イカズチか。イカズチは別にいらんけど、あったら便利。銃はいらんのじゃないか。識別しとく？あ、透明も識別しとくか。意味わからんもんね、銃って。何銃だねって。トンネル、レムオール。え、どっちが銃？レムオールが銃かな？ルーラーソー、うん、いや。わからんなぁ。とりあえず識別のツポが全部なくなるまではわからんなぁ。こうして、うわぁ！もうなんだよ、びっくりするんだよなぁ、これ。危なかったぁ。腐ったパン食っとくか？食っとくか。邪魔やもんな。うん。毒受けるだけとか余裕。回復せんくなるが一番痛かったりもするけど問題なし。今のところはね。よし、何もない。よし、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 よし。よーし、何も問題ないぞ。問題なし。金、金。ブーメラン。あ、ブーメラン使えんのね。なんでトルネコしか使えんの？ふざけんじゃねえ。行こう。ブーメランはいらん。使えないブーメランなんと、ブーメランじゃない。しかし俺ブーメランね、現実で投げるとうまいよー。ちゃんと戻ってくるからね。まあ普通戻ってくるんだけど。けどね、投げ方によってね、戻ってき方が全然違ったりするんだよね。青いそう。
これ識別しとくか。どんな識別ね。デタラメ草。え、デタラメ草前回識別した気がするんだけどな。識別しても引きずかんのかな。あ、ホールインワンだと。はぐれメタル来た。え、取れるの。最強の盾。マジか。小さなメダル、なんか10枚か20枚ぐらいで手に入る。盾なの。あー、これ欲しいね。はぐれメタルいらんな。トドいらんわな、これ。なんで持ってる。一時のき。一時のきには持ってこい。ニャンニャン。その遊びはダメ。その遊びはダメやわ。うわー、なんだこれは。あいつ倒しとくか。まあ、どんどん進む。どんどん進むよ。もうすんげえテンポいいよ。めちゃくちゃテンポいい。水色か識別かな。お、入るね。いいね。入れてと。なんな感じ。デタラメ素早さ。素早さ、なんかなってた。祝福されてんのか、それとも呪い受けてんのか、よく見えんな。よし、OK。最後。最後。よし、これ待つ。いいね。最高だね、これ。骸骨が売るんか。ちょっと外しとくかな。骸骨でもしね、外されて、ラキモンに当たったりしたら、てか全然見えない。やば、ここ。うわぁ、やべ。はっし、危ねえ。あいつ頭良かった。俺殺されてた。スペルなんかいらんな。敵はいないと。うわーん、来たな。あれ取りすぎた。怖っ。即折りしてるから HP がちょっと足りないんだよな。怖っ。うわ、危ない。めっちゃ敵来るんだけど。頑張れー。頑張れー。ラケモン頑張れー。まだおるし。すんげえおるんだけど。まだおるし。どんだけ敵おるんや。やば。やばすぎん。あ。くぅ。お前も吹き飛べや、お前。追い出そう、投げるわ。うざっ。だよ、呪われてるって。きつい。お、これいいね。よし、最高。経験値だけもらって下に行く。これが俺よ。お、またこれ、まだ13分。13分で12。約1分弱で来てるな。1分弱じゃん。1分強だな。剣は一応持っとくか。持たれるなら持っとく。呪われているラソーでよかったね。超運がよかったね。危ない。こいつのね、骸骨、この骸骨のせいでね、マジで。腹持ちのリング。指輪か。指輪を外してるんだよ。そういえばあれだな、リングで思い出したけど、うわ、またかよ。倒せないんだって俺は今。お前はどんどん使っていくよ。でも倒せないんだっつん。ういよ、うわぁ、まあ後ろから来た。ってかラキモンどこおるん。うーわ、見えねえ。下にいる。なんかこのコース見たことあるぞ。てかどっか行ったぞ。ラキモンが倒すか。爆弾避け。爆弾避けとかあるんだ。意味ないけどね。
爆弾よけ取るポポロ絶対装備できんもんな。意味がわからんよね。ポポロが一番欲しいのに。てか全然見つかん。うわー、なにこれ。そう、腹持ち装備して、装備したいけど装備できない。飛ばされんなよ。もうバカン、バカン。どこえ、どこ。上か。上ならまあまあまあよし。上ならまあよし。よし、最高。ちょっと。あ、いるやん。え、ちょっと。どこ行っちゃうの。ラジオラすんなよ。すんなっつん。倒すぞ、お前倒すぞ。14。倒せるやん、余裕で。余裕じゃないか。アイテムがある。違う、アイテムじゃない。さようなら、13回、いいね。最高。これでいけばよかったんだよ。何アイテム探してんだ、俺。アイテム探、多分、あんまりアイテム出ないんだろうな、この封印の洞窟は。持っていけるから。これはいらんだろう。ムカつくて投げよう。でーん。じゃ。じゃ、じゃ、じゃ。まあ、多分閉じ込め。閉じ込めはね、あんまし必要ないんだよね。バジルーラーがあればバジルーラーで十分。まあ、無条件で殺せるっていうのは、うん。これな、一直線におるよね。バジルーラーが残りゼロだから投げる。はい。で、これでなくなったから、なんか入れるか。大きなパン入れるか。てか、大きなパン入れとかな。やべえし。で、なんか出そう。なんか出して大きなパンだな。バジルーラーを出して、大きなパンだな。大きなパンを入れる。で、多分骸骨もう出ねえだろ。腹持ちつけて。よし、OK。ヨガ好き、最高。お、いいね、草。黄土色ね、識別したいね。識別ないけどね。さよなら。あいつは全員倒したいんだよね、本当は。お前かよ。やばい。やばくはないけど。ラッキーも残る？さっきこっち寄ったよね。左行った？お前何してんだよ。もういい。お前はもう、どけ。消えてしまえ。なあ。さっき飛ばしたやつだろ。うわ、そんなところに？ちょー、助けて。うわ、うーわ、死ぬかな。死ないよね、さすがに。何やお前、何しろやお前。デデデ大魔王か、お前は。ちょ、ちょお前何しろんや、お前。お前コース外だろ、それ。うわ、なんこれ上か？上だな、完全に。まあ、これ無理だな。うわ、いけるか？来い。あ、コース外じゃないんだ。来たー。一緒に来てー。ブイーン、ブイーン。マジで。こいつがほら、どうしようもねえんだよ。レベル上げてもいい感じはあるんだけどな。やっぱ階段と同じレベルにしたいんだけどな。あ、なんだよお前。ただ20ぐらいから、うわぁ、またか。あ、近くおるやん。かぁ、ラッキー。関係ないね。
20ぐらいからあいつ出てくるもんね、なんかすげえ強いやつ。よし、OK、最高。あ、最高、最高かける2。ん？立てだよ。はぐれメタルの、くぅ、2つも。なんだこの引きは。マジ、わしず様になっちゃうよ。なんだこの引きは。リャンソー。ドラ、ドラ8。ドラ12。あそこまでやならず。あ、なんで何種類？これできんのか。じゃあ何種類やっちゃう。なんこれ。たか、こう。で、こう。完璧な動き。110、そう、こいつなんだよな。こいつ倒すと110もらえるから超でかいんだよな。パン。食っちゃうか？腐ったパン。食っちゃう食っちゃう。全然食うよ。もう腐ったパン大好きだもん。もう腐ったパンにね、バターを塗ってね、とろーにね、ちょっと溶かしたね、バターをね、上から塗ってね、それレンチンでチーンしたらね、ちょっと硬くなるんだよね。そうなんだよ。レンチンしたら硬くなるんだよな。うーわ、なんこれ。鉄のものとかいらんやろ。どう思ったのよ。合成とか、そんな都合よくね、取れるわけねえんで。さあ行くぞ。あ、これいけるぞ、このまんま。やばいぞ。来たか、これ。あ、来たぞ、これ。うまーい。うまいぞ、俺。急にうまくなったぞ。うまいとかどうこうのレベルじゃない。運がいいだけ。わー、また盾か。爆弾がいらねー。オープノーイ。いいね、最後。いけ。そいつはお前が倒すんだ。後ろは任せろ。よし、任した。よし、オッケー。倒して、はい、倒して。いや、ラキモンがこんなに強くてよかったわ。バジルーラ、うわー、こんなにいっぱい？リレニといらん気がするんやけど。いらんよね。なんか食っちゃう？腹持ちあるしな。一個食っちゃうかな。食っちゃおう。あと4つあるの大丈夫やろ。多分大丈夫。食べちゃう。レベル上げて食うべきだったかな。鉄火いる、欲しいもんね。鉄火はいるんだよな。あ、なんだよこれ。うおぉ、やばいやばいやばい、やばいやばい。あいつすんげえ強いから。バーン、30も食らうの、やば。次敵が下から来たらやべえじゃん。やっぱレベル上げてパンだったかな。やべえぞ、ちょっとこれ。最悪、本当にピンチになったときは、レミ、うわぁ !39 も食らうの？やっば。回復、押しとくか。まあ、あるうちはね。次、パン見つけたら、迷わずに、踊り。ああ、識別してないやつがあるんか。うわ、はい、終了です。はい、終わり。はい、今日の冒険終了。今日の冒険を終了するか、行けるとこまで行くか。いや、そんなことはしない。あ、やっぱレミミといるわ。レミミといるわ。これクリアできるか。これ出しといて。あ、何拾えんねん。
出しといての、うわこれまた戻ってまたするんか、時間かかりますぞ時間かかりますぞ。で使うと、まあはぐれメタルの盾があるけいいか。まあ結局なんだっけ、トルネコに持たせて死んでしまったらなくなるわけですけどね。まあいいさ、まあ頭を打ってきた何回も打ってきようやお前。はぐれメタルね、プラスないね。ルーラースト、保存は広まったな一回も。ちょっと運が悪かったね。保存全部4だし、インパス何だろう。あ、識別か。これ出せねえじゃん。まあ次回、アイテム整理してまた冒険すると、同じところでまたできれば即降りで行くということでお願いします。